久保さんまあそのレベルが上がったからねまあ、確かに月10万ぐらいだったらもうへでもないしへでもないというかなんだろうな、まあ、や,や,るやること本当やることやればいいんでじゃあ10万円の商品1人に売るかとかねまあ、逆に言うとそのピンチが来たからじゃ100万円の商品1人でも売ったら90万利益出るな,な逆にね <laughs> 逆に。 逆にそれを動機にしてやって商品高いの作って売ったら利益上がるなもはやみたいなね <laughs> なんかもはや売り上げ上がる動機ありがとうみたいなね <laughs> まあ実際これ過去の僕事例ですからね実際そのなんだ、まあ、借金まだ返してる時ですよあの知り合いの方に100万円貸して戻ってこなくてもうキャッシュアウトですよもう もう本当その月マジでやばかったというかもう,もう無理だったんですよ。もうお金全くないんですよね。そ,うその100万円ももう本当に貸すときね、いやこれマジで書いてこなかったら僕やばいんでお願いしますよって念をに念を押して3時間喋って貸した100万なんですけどそれ戻ってこなくて。マジかみたいな。<laughs> マジかみたいな。<laughs> でそっから結局新しい商品あの作ってね。でその商品をしっかり当てて で、結局その商品のコンセプトを1年間、2年間こう、続けまして、まあ、2000万ぐらいですね。だ100万騙されたけども、100万失ったけど2000万ぐらい上げましたね。でもその、その事件がなければ僕その商品作ってないので、そのマフィア D っていうね、企画なんですけど、その企画作ってないんですよ。うん。だけどそのマフィア D っていう企画がまあまあ当たりまして、 トータル2000万ぐらいいは稼いでくれたと思いますけどでもそれがなければ100万円騙されなければそれは生まれてないので結果的に1900万ぐらいプラスしてるっていうね <laughs> 何なんでしょうね <laughs> まあ他にもなんかいろいろありますけどねでも結構その僕は結構ディープインパクトがあったのはやっぱそのお金を貸すっていうことが人生においてなかったんで100万円その100万円っていう。 僕の中では大きい金額なんですけど、まあ、借金返済中だったしね。あれはね、しかもまあ、ね、その5年ぐらいお付き合いしてる、社長、社長間のお付き合いしてた人だったんで、あこういうこともあるんだなっていう、うん。まあ、実際、すげえお世話になったりとかしてたり。 あのー、結構まあ自分の中では深い関係だなとは思ってたんですけどねでも結局それは深い関係ではなかったともし本当に深い関係だったらなんかなんだろうな1通ぐらいメッセージ来ると思うんですよなな何も来ないですからね <laughs> 何もメッセージい通も来ないで終わりましたからね何も来ないって。 びっくりですよね。びっくり。<laughs> ああ、そんなもんな、所詮所詮しん、僕のう、A 社長にとって、A 社長にとって、僕っていう存在は、それぐらいだったんだな、それぐらいの価値だったんだなっていう。本当にこの人とつながっていたい。本当にこの人に価値を感じている。本当にこの人だけは手放してはいけない。本当にこの人の信用を裏切ってはいけない。本当にその、 そこに価値を僕が生み出してるんだったら少なくても1通ぐらいはメッセージ来ると思うんですよ。まああれからもう3年ぐらい経ってると思いますけど何のめ連絡もないですしね。うん。だからまあ結局その程度だったんだなっていうね。<laughs> まあ結局自分、もう自分の自分ってそうだったんだなっていうのがねいろんな学びがありましたね本当にあればいろんな学びがありましたよ。 そう,うんだって絶対返すでしょこの人この人だけは裏切っちゃダメだとかねまも守,守りますよね例えばその女性この女性だけは絶対にってなれば多分守りますよねなんかなんかやるじゃないですか <laughs> まあそこそう,そういう人じゃなかったってことですね僕はその A 社長から見るとうん 本当にまあ学びました、ね、だから、うん、今思うあの時はねあの時は本当にしんどかったけど今思うと良かったなとありがとうなんですけどね今思うと、まあ、そう思えるようになったで逆にレベルが上がるもし僕がいまだにねあのふざけんな金返せ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 ふざけんな騙された金返せ金返せっていうことを言ってるんだったら 多分レベルアップしてないですけど、もはや、まあ、ありがとうになってるんで、まあ、ありがとうというか、いろんな学びに対してですよ。その、騙した子、なんだろうな、だ、その、僕は良くないと思うんですよ。なんか、んか100歩譲ってても、厳しくてもね、なんか、すいませんと申し訳ないっていう、な、なんか、まあ、なんだろうな、まあ、あるべきだと思うんですけど、それもないので、でも、それも、まあ、み取ると、まあ、それもできないぐらいの、 落ちてたんだななっていう汲み取り方もででできるので、まあ、あれなんですけどだか,らだからそこそからなんかそのいろんなことを組み取れるようになったってことですね。それは本当に成長しできたんじゃないかなと思いますね。いろんなじゃあじゃあなぜそのメールを送れなかったのかっていうね。なぜ LINE でね。まあ12秒でも、まあ、送れるわけじゃないですか,かそ。それもなぜ送れなかったのか。 っていうところも深々考察したりとか考えることもできるし、うん、まあ確かにまあ礼儀としては何か1通でも2通でもねなんかメッセージを送るっていうのは礼儀かもしれないけど、うん、でもそれすら送れなかった何かしらの事情があったのかもしれないし追い込まれたのかもしれないし、うんうまあ、レベルアップし昔に比べるとやっぱレベルアップしましたね、うん でも久保さんが言うとおりやっぱ、まあ、今僕レベル99ではないですけども多分まあレベルもまあまあ強いんですよ。でボスも,もう多分余裕で倒せるんですよ。でそうなるとあんまつまんなくなりますね。だってん悩みはあるんだけど悩みがだ大きいんかみんな大きい問題を乗り越えるのが大変と思ってるじゃないですか。 だけど、大きい問題がなくなってしまうと、逆を言うと、不安に、逆にそれが不安というかな。何なんですかね、これね。だから、まあ、新しいステージに来たかなと思いますね。平和が怖いっていうのはね。うん。だから、まあ、なんか、まあ、なんかあったら、まあ、腹はくくりますけど、な,なんか、それはあるんだけども、事実、事実としてね。 何も起こらないと怒、まあ、ってほしくないですけどね怒ってほしくないんだけども怒らないと何なんだもうい今まで起こり過ぎてきたんでこの5年でいろんなことがあったからうんまあ本当にいろんなことありましたねもうその鹿児島独立直後にもいろんなことあったしマジでみたいなうんいやそれマジかみたいな、ね だって会社や会社辞めた後も会社とのトラブルありましたからね。辞めた直後。しかもなんか300万ぐらい払えみたいなね。<laughs> 後追いで。あと、あのね、後追いで300、<laughs> 後追いで300万払えもまあまあきつかったですね、あれは。<laughs> 後追い300万はね、あれきつかったな、あれもね。<laughs> もう、あの、登記簿から、定款からも外れてんだけどね。 借金肩代わりはせんと。辞めてくんだったら借金は肩代わりはせんと。お前が払えと。で、辞めた後、いや、これ、これ払え。っつってね。<laughs> いや、そのお金、従業員の給料に消えてった金だけどな、みたいな。<laughs> 別に僕がね、そ,れそのお金をね、横領して使い込んでキャバクラとか言ってんだったら、それ払う、それは払う義務はあると思うんだけども。まあ、それはね。その お金従業員の給料ですよみたいなね <laughs>、うん、あれは結構きつかったな後追い300万 <laughs> <laughs> あれもねもうねもう頭真っ白になりましたよねだってそう忘れたら多分ねやめてから半年後ぐらいに来たんですよね連絡がうんマジかまあ払いましたけどね もうだからもうこれはもう何も言われたくなかったからもう分かりました払いますとただし分割でお願いしますみたいなね分割で払いましたよしっかりとうんだからも,うもう何も言われたくなかったからもう,もうだから逆を言うとその後追いがあったから結構ね僕はちょっとねどうなのかなっていうところはまあちょっと思ってる部分ありますけどねまあいいんですけどねまあでもそれがそれも結局そういうその そういうことがあったから今があるんで、で、そこを乗り切ってきた。めちゃめちゃ、だからす,すげえ大きい壁がまた来ましたと。<laughs> でもそれを乗り切ったと。だからレベルもアップしてるし、でもそれ乗り切れてなかったらこんな流暢に言えない、話してないしね。うん、はい。いってらっしゃい。